バルバストロは、スペインアラゴム州、ウエスカ県のムニシピオ。公式名はスペイン語のバーバストロ。ピレネー山脈のオネと、モネグロス平野の間、ソモンターの地区にある。農業が盛んで、オリーブ、アーモンド、穀物が生産される。バルバストロ周辺で生産されるワインは、ソモンターノの,の名で知られる。ローマ時代にはまず俗州ヒスパニア・キテリオールに、 その後ヒスパニア・タラコネンシスに属した。717年には、バルバストロ周辺が、ムーサビン・ヌサイルに征服され、ウマイア朝の一部となり、ラテン語名バルバストルムにちなむバーベスターという名に変えられた。その後サラゴサの大主国に属し、重要な市場町となった。1064年には、サンチョラミレスが、バルバストロを包囲した。それまでにも、ラミロ一世は、 幾度もバルバストロとグラウス征服を試みており、この二つの軍事的要衝はアラゴン王国のくさびとなっていた。サンチョラミレスはアキテーヌコギオーム八世とギオームドモンルイユ率いるフランク十字軍と共にバルバストロの街を攻撃した。このバルバストロ包囲戦でおよそ5万人が殺害された。1065年イスラーム教徒のアルムクタディルが アルアンダルスからの要請に応じ、バルバストロ奪還に乗り出した。バルバストロを再征服したアルムクタディルは、ビラーという別称を名乗ることを許された。以後バルバストロは、サラゴサ大使国の下に置かれていたが、11世紀後半、ウルジェーハクアルメンゴル4世によって、再度キリスト教国の元に戻った。しかし再びイスラム側に征服されてしまう。最終的に、 キリスト教国による征服がされたのは1101年、ペドロ一世によって出会った。彼はローマ教皇の許可を得てバルバストロに司教座を移した。幾度もの教会会議、コルテスがバルバストロで開かれた。1134年にラミロ二世がバルバストロで複数回のコルテスを開催した。1137年、歴史的事件がバルバストロで起きた。 後のアラゴン女王、ペトロニラとバルセロナハクラモンバランゲイ4世の婚約が成立したのである。二人の結婚により、アラゴン連合王国が成立した。1626年、フェリペ4世は、アラゴンのコルテスをバルバストロで開催した。王と共に、バルバストロは、カタルーニャ反乱の際の公営地となった。この軍事上の用地としての役割は、 その後のスペイン独立戦争、自由主義派とカルリスタが衝突したカルリスタ戦争、スペイン内戦でも繰り返された。イギリス人作家ジョージ・オーウェルは、スペイン内戦の義勇兵となり、戦勝を追った後バルバストロで療養していた。カタロニア参加では、数ページにわたり、バルバストロでの暮らしと都市の外観が記述されている。ありがとうございます。